姿勢はいつもいいって褒められてる方ですか？そうですね。そうですね、すごい背筋ピーンと伸ばされて、S 字カーブというのがないんです。ちょっと見てみましょう。はい、OK、 次からこうで、これもまっすぐですね、もう仙骨まで。はい、これ見てください。これストレートの、ストレートスパインで、実際背骨の丸さはこのくらい丸くないといけないんです。こういうふうに。はい、もうちょっとだらーっとされた方が、前の方に、だらーっとしようって言ったら前の方にこう首を曲げられるんですけど、本当はここの肩甲骨の一番下のところ、ここの部分が頂点でこうぐるっと、で顔はまっすぐだと、ここに頚椎のカーブは簡単にできる。頚椎のところ。肩甲骨の価格のところで、ここはもう多分一生丸くなるのは難しいと思いますけど、とりあえず丸くされない、普通に力を抜くようにされると、ここでこうされると、ここに頚椎の前腕はできるんで、背中を丸くしたら、まあ、脱力することをちょっと気をつけてください。はい、ありがとうございます。